本場四川料理の麻婆豆腐。香港の麻婆豆腐。日本と同じく辛さが抑えられている麻婆豆腐は中華料理の一つ。ひき肉と赤唐辛子、ファーチュー、トーチーなどを炒め、鶏ガラスープを入れ豆腐を煮た料理。唐辛子の辛さである辛味とファーチューのびれるような辛さである朝味を特徴とする。四川省ではファーチューは粒で入れるか。 仕上げにも粉にひいたものを表面が黒くなるほど大量に振りかける。日本の場合、従来は辛みを抑えるためや材料を入手するのが難しかった等の理由からファーチューを抜いたり舌が痺れるほどのファーチューを振り入れる店はほとんど存在しなかったが近年の激辛ブームやグルメブームにより本橋戦勝とほぼ同じレシピで作る店も登場している。また、 本場風の味付けと日本で一般的な味付けの両方から選択できる店もある。麻婆とは顔にアバタのあるおかみさんの意で口述する粒子がアバタ面だったことに由来する。麻婆の中国語の発音は濁らない麻婆だが日本ではこれを麻婆と濁らせて呼んでいる。なお日本では麻婆ナスや麻婆春雨が派生料理のように扱われて普及しているが 本来はそれぞれ、魚かなこと、アリジョージュという別の風味、調理法の四川料理で、麻婆豆腐とは関係ない。本品の特徴は、朝、殻、素、双葉、仙、香に注意を払うことであるとされる。また、焼けに似た、少ないスープで材料の水分を引き出す。四川の方言で、家族という調理法である。朝、殻は、前日通りで、四川料理に、 特徴的なスパイスの使い方。最初にひき肉を炒め周囲が焦げるくらい火を通す。工程で肉の生臭みが消え、カリカリと香ばしくなる。これを素数という。豆腐はエッジが立つ硬さではなく、しかし崩れぬよう湯通しした柔らかな食感を双葉という。は、強い加熱。だしの旨味を鮮といい、香り高いことをこうという。真の同値三の知性に、 生徒の北郊外の万福橋で、陳置森藩歩を営む陳森富の妻の粒子が、材料の乏しい中、あり合わせの材料で、来客向けに作ったのが最初とされる。陳粒子の顔にはアバタがあったため、陳麻婆と呼ばれていたので、彼女が作る名物の豆腐料理も、陳麻婆豆腐と呼ばれた。当初のボー豆腐は、先に中華鍋で菜種油を熱してから、 唐辛子の粉を入れて、辛味と香りを出してから、オプションの牛肉とトーチを入れ、豆腐と水少量を入れて混ぜ、蒸らして、味を吸わせてから、最後に、ファーチュウの粉を加えたという。真の修順は、不要話給力に、北門の外にチンマイボウというものがおり、豆腐をうまく料理する、豆腐代に調味料と調理代を含めて、一椀の値段は8分。酒や飯も合わせて売っており、 もし豚肉や牛肉を入れたければ、客が持参するか、代金を払って用意してもらうこともか。店の野号は知る人が多くないが、チンマーボーといえば知らないものはいない。そこまで町から4、5リあるが、食べに行くものは遠くても気にしないという内容を、記している。あとに、店の名前も、チンマーボー豆腐店と呼ばれるようになり、このチンマーボー豆腐店は中華人民。 共和国成立後に生都市飲食講師所有の国営企業となり、商標となってからは国の許可を得た民間の店舗も生都に存在する。また、生都市飲食講師の認可により近年日本にも店舗を出した。中国大陸では文化大革命以降に古い飲酒を打破するためと味の成り立ちとから朝から豆腐と解消するように提唱されたこともあるが、 現在は、麻婆豆腐と称する方が、一般的である。日本では、四川将棋品出身の料理人、陳建民が、日本人の味覚で受け入れやすく調整して、1970年代に、店舗及び NHK の TV 番組、今日の料理で披露して、一般家庭でも広まっていった。肉やスープの素などの素材が、レトルトパックされていて、豆腐と、 水だけで作れる麻婆豆腐の素も日本で商品化され普及している。1971年に丸宮食品工業が麻婆豆腐の素を開発、商品化したのが最初であり、他の食品メーカーも追従する形となった。その後、香港や台湾でも類似の商品が発売され、中国にも類似の商品がある。本場生徒のチン麻婆豆腐店も 激辛のレトルトパック調味料を販売しており、日本にも輸入されている。2004年頃より、前述の丸みや食品工業からも、コンビニエンスストア限定で、チンマーボー豆腐が発売されている。近年では本場風に、剣討バンジャンを使用して、ファーチューを強く効かせたものを、四川マーボ豆腐、または、チンマーボー豆腐と称し、チン民が、日本人向けにアレンジした、 麻婆豆腐特別する傾向があり、2003年頃からは、塩止めシティセンター1階に出店した平鎮動作料などの老舗や、大手、新山の中華料理店が上がって、本橋線風の麻婆豆腐に力を入れるようになり、麻婆豆腐専門店も登場している。一方、大衆的な店舗やコンビニなどでは、丼ぶり飯の上に麻婆豆腐をかけ、麻婆丼のうなで提供している。 ありがとうございます。